Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。またね、コロナ感染者がね、いろんな各地でね増えてきてますんで、皆さんお気をつけください。名古屋のマスクマンでございます。はい、リハビリとラジオを聞いてる生活を交互に繰り返してるみそにこみスキーと、家の家電が次々と壊れて出費が痛くて頭が痛いダンサーズでございます。まあ、はい、同じ時期に、ね、なることが多いですから ね、 ね、いろいろ。はい、では今週のテーマはラジオ。今週のテーマはラジオです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄から FM ギノワンを選択してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリート整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バデサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、先週ですね、平和というテーマでやりましたけれども、ちょっと読めなかったというか途中半分までしか読めなかった新一さんのメールがありますので、それをちょっともう一度読まさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、皆さんこんばんは、フルムン新一です。テーマ平和、個人的には世の中が平和になるにはある一定の情報に惑わされず、各各々が世界各地の人と文化を知り理解することが大事だと思います。少し話がそれますが、僕の好きなテレビ番組世界ふれあい街歩きは、世界中の街を歩きながらその通りすがりで地元民と触れ合うという番組内容で、その都市の人々や家族、街並み、料理などが実に生き生きと映し出されていて、自然と親しみが湧いてきます。今日はロシアの東部の都市イルクーツクの放送日でしたが、東西冷戦時代、いわば敵国とされていた旧ソビエト連邦の一都市の人々の笑顔や緑と色彩にあふれた街並みが印象的でした。この番組ではどの国のどの土地でも私たちと同じような普通の人たちが同じ笑顔で日々過ごしているというごく当たり前のことがわかります。そこには敵も味方もありません。戦争はある一部の人たちの利益のために引き起こされますが、私たちは彼らに惑わされることなく多角的にうまく情報を得ながら世界中の人々と親しく接することがこの時代に求められているようです、ということで以上でした。ちょっと先週ちょっと時間がなくてこれをしっかり紹介したかったんですけれども、これをちょっとしっかり全文今日は紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では今週のテーマ
ラジオでお願いします。はい、はい、アレックスさんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。膝小僧は子供じゃない。ええ大人なのかな、ラジコでいろんな都道府県の曲を聞いています。浮気しているっていう言葉あるけど、使うけど、面白い曲を発見しちゃうと仕方ないですよね。本当、浮気はラジオだけにしたいです。あ、無理かな。ん、ええ、え、ラジオは浮気してもいい、え、え、え、無理かなって、違う浮気いろいろちょっと妄想が膨らみますね。そうそう、はいはい、続いて。あ、何、今それ、今それで終わりなの？終わりです。そうなの？あれ、なんか今続きがあるのかと思ったけど。だって、あ、無理かなって。あ、わかりました。落ちそれですか、はい、いや、じゃあ、あと妄想膨らんだところで。どうしたらいいのかわからないみたいな。はい。王子途中見かと思っちゃった。はい、お願いします。はい。あ、じゃあ行きましょうか。私、はい、はい。はい。はい。名護島奈さんからです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。3番。どこかに一度は投稿しています。もう癖ですね。3番って何だ？ 3番。え、なんか選択肢があった？これって。これ何だろう？わかんない。T サージは A、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 B だ。アンサー A とか B でしょ？うん。あれ何だろう？何だろう？ 3番。ちょっともやもやしちゃう。何だろう？ミューシャ？わかんない。最近は真夜中に NHK のラジオをかけて眠る癖がついています。あ、ラジオ深夜便かな？コマーシャルはないし、夜中は懐かしい曲もかかるので病みつきです。うん、暑くなりました。名古屋の皆様、一緒に暑さとコロナを乗り越えていきましょう。はい、みそさんも早く沖縄に遊びに来られますように頑張ってくださいね、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。NHK って確かにコマーシャルないからあれですよね。そうですよね。ね、24時間放送してますし。うんうん。はい。はい。じゃあお願いします。はい。はい、続いてですね、泉佐野の特急サラさんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。生まれて初めてのラジオ番組への投稿は、地元の放送局ではなく沖縄の久茂地にある今朝10時からやっている番組でした。それからその番組や他の番組、西町にある番組、ラジオ局の、あ、ごめんなさい、西町にあるラジオ局の番組にも投稿するようになり、またコミュニティ FM 局に見学にも行きましたね。この先、地元の放送局は聞かずに沖縄のラジオを聞くと思います。じゃあまたやーということですけども、はい、なんかいろいろミックスしてるな。そうそう、はい、まあ、沖縄ラジオ好きってことですね。まあ、そうですよね、沖縄ラジオファンということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では読みますね、卵屋さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。マスクマンさん、みそ煮込みスキーさん、名古屋のダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ラジオですが、前は柳橋市場で店をやっていて、ラジオを聞きながら仕事していました。昔はメジャーな AM や FM 局で一つの曲だけ聞いていましたが、今はコミュニティ FM にハマってしまい、北は北海道札幌カロス FM、南は沖縄の FM ギノワンの旧名古屋、各局一つずつ、浅く広く聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。メジャーな曲の近い、あ、すいません、メジャーな曲と違い、リスナーさんを大事にしてくださるから、コミュニティ FM 大好きです。私が投稿することで新しいリスナーさんが投稿してみようかなと思っていただけると嬉しいです。ラジオなんてと言っていた旦那もスマホにしてからラジオ投稿に参加、やはりハマってしまい、しめしめです。人生の終盤にラジオがこんなに楽しくなるとは、ますます楽しいラジオ投稿ライフです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして続きありますよ。そうですね。追伸、はい。日曜日の大宝寺の蓮華さんです。ああ、はい。今夜もよろしく。ラジオショー。ああ、お嬢、うん。あ、写真があるんです。はい。日曜日の。はい、日曜日なんか大宝寺の長谷尾蓮華さんの。やってますよね。で、あのね、なんか、最近なんか結構全国の方がその大宝寺にいらっしゃるそうですよ。うん、そうですね。なんか最近はあの、ね、焼きそばかおるさんとか、あのそうですね。あの広島のドレッシングちゃんとかもなんか関係してるみたいですね。ね、でもね、大宝寺にも県外から結構いらっしゃるということで。はい。ね。あ、そしてまだ続きがあるんです。はい。タイガースファンですが、負けてますから、荒れてる友達さんより。あれ、今日どうなっちゃったの？今日は中日が勝ちましたね。荒れてんだ、荒れてる。荒れてる。荒れてる。ありがとうございます。ありがとうございます。は
はい、続いてですね、はい、銭形警部からですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、ミソニックミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です、本日のテーマの前にお三方に報告があります。ほう、あら、はい、あと2時間後になりますが、私、銭形警部は7月1日で48歳の誕生日を迎えることになりました。おめでとうございます。そう、あ、明日なんですか。明日、明日、うん、そうそう、うん、ああ、そうなんですね。おめでとうございます。私ごとで、恐縮になり、不器用者の私ですが、よろしくお願いいたします。いや、そんなことないですよ。私の人生観を変えるきっかけになったのは、4年前にラジオ番組の投稿でリスナーデビューしたことですね。リスナーデビューしたばっかりの私は何もないも同然で、これまではラジオ番組を聞いてもただ聞き流していたので意識的に聞いていなかったですね。意識的に聞くようになってからは人生観が変わってきたの、来ただけでなく、たくさんの リスナー仲間ができた上に放送局関係者との交流ができたのは何よりもいいものですね。もはやラジオは私の体の一部と同然です。はあ、まあ、わかりますよ。まあまあ、皆さんそういう形になる方多いですね。まあ、時計代わりになってるっていう、よく言われますよね。ね、それね、生活のリズムです。リズムっていうかね、そう。この番組だとは何分だなとかね、ありますよね。ありますね。このコーナーだかなとかありますよね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、ラジオネームぴょんぴょんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、ラジオ。私が中学生の頃、深夜の番組、オールナイトニッポンの谷村俊二さんの番組を親にバレないように隠れて聞いていたこと。懐かしいな。王子、ダンサーズさん、ミソさんはどんなラジオ番組が好きでしたか？うん、やっぱりオールナイトニッポンは聞いてるんですよね。もう鶴子でしょ。そうですよね。もう鶴子。また日本放送でやってたんですけど、明石家さんまのブンブン大放送とか。うん、で、あと、まあね、CBC、まあ中、名古屋にある CBC のローカル局。まあ、坪井のりおさん、坪井のりがやってた番組とか、小堀さん、とかがやってたもの。ありましたね。懐かしい。は、ワイドっていう番組。それを聞いてました。そう、いや、やっぱり、ねえ、やっぱり深夜放送ですよね。まあ、そう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 。で、ね、もう、たけしのオールナイトニッポンとか、タモリもやってたし。うん、私は、中島みゆきさんとかも紹介があったかな。そう。うん。中島みゆきさんもね、面白かった。ね、ギャップがすごいですよね、歌も、ね。そうそうそう、うん。結構トークも上手だよね。面白い、面白い。面白いですよね。で、やっぱりそれが今につながってるんでしょうね。そうそうなんです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい、お願いします。こんばんは。ラジオの次に三品茶が大好き、富山のたっちゃんです。あ、三つゆにそして、ね、今日も飲んでるんですよね。三つゆに三品さんと三つゆに今日飲んでますよ。はい、飲んでます。ラジオの、あ、ごめんなさい、今まで読んだね、今ね、話の故障ってごめんね。はい、中学生の頃からラジオが好きでしたね。自分の部屋にはテレビがなかったので、自由にできるのはラジオでした。土壇場にならないと勉強しないので、テストが近づくと徹夜続き、お供はラジオ、そのせいでしょうか、オールナイトニッポンなの。やっぱりオールナイトニッポンだね。そうだね、オールナイトニッポンだね。走れ歌謡曲まで聞いていた。ありましたよね。ありましたね。当時から、歌謡曲好きになってしまいました。ちなみに東海広域圏で放送中の朝っぱらから流れてくるラジオネームがいつも強烈なあの番組を結構好きです。あの番組で、うん、あ、うん、今、あ、それは朝9時のことかな、多分。ああ、面白いですよね。ラジオネームが変わるんですよね。そう、ラジオネームがね、常時変わってしまうという、時代に合わせてね、ニュースに合わせて、うん、懐かしい。はい、じゃあいきますね。はい、はい、皆さんこんばんは、鶴ヶ島カーズニーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオって本当に楽しいですよね。僕のラジオ投稿デビューは中学生の時です。当時はハガキ投稿だったり、電話で番組スタッフにテーマネタ話、内容が採用されていましたね。高校の時は某 AM ラジオ放送局の番組のクイズコーナーに電話出演したり、おー、新鮮の充実したラジオライフでした。今はラジコで全国のラジオが聞けるようになり、遠く離れた沖縄でもメッセージが採用されるとテンション上がりますね。これだからやめられない。
去年はダンサーズスタジオにお邪魔してゲスト出演したり、那覇にあるコミュニティ FM のとある番組にゲリラ出演したりと、パーソナリティ経験ができたときは最高の幸せですね。これからの人生もラジオを愛し、リスナーさんとの交流を大切にしていきたいですということです。そうですね、本当ラジオって今最先端だと思いますよ、ね、そう、当時ハガキ投稿というところで、うん、ねえ、はがきだったな。もうリスナーさんと近いですし ね、もうここはもうテレビと違って、ね、ラジオはそういったところが ね、すごくいいかなと思いますね。またね、ダンサーズスタジオに来ていただければと、ね、そうですね、思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では、はい、この後 CM で、名古屋エアのコーナーになります。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋栄養のコーナーです。はい、今日はですね、お話ししようとしてたことがメールが来てきましたので、はい、ちょっとメールを読まさせていただきます。はい、はい、お願いします。はい、ダンさん、ミソさん、マスクマン、ジャックさん、ジャックさん、ジャックさん、ジャック、ジャック、誰だ、ヘイジャック、はヘロー、うん、アドリブ弱いこんばんは、ラジオネーム沖縄にワンチュールです。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、今日は名古屋と新潟にとって名残惜しい一日です。名古屋の外国語 FM 放送局レディオネオと新潟の独立 FM 局 FM ポートが同じ日に廃局なんですね。レディオネオに関しては、最末期は東京のインター FM とほぼ同じプログラムなので、ラジコプレミアムを通してその続きが切るのですが、FM ポートに関しては独自番組が多かったので、二度と聞くことができないのですね。どちらとも地上ではこの2曲が聞けなくなることは変わりありません。このご時世で大口スポンサーの出向ができなくなり、経営状態が圧迫して、制作維持費も持たないのはラジオの曲の使命でもあるのでしょうか。何か切ない気がしますということでいただきました。うん、実はですね、今日ですね、この2曲、名古屋にあるレディオネオという放送局、そして新潟にある FM ポートという放送局が閉局するんです。で、レディオネオに関してはもうすでに閉局してしまいました。今日の午後12時、正午に手配いたしました。うん、で、まあ、まあ、ここの、うん、まあ、レディオネオに関してなんですけども、最初はですね、インター FM 名古屋という放送局で開局してるんですね。で、ちょうど今から6年前になるんですけども、
もうほぼですね、東京のインター FM とほぼ同じ内容を流してた。で、このレディオネオという放送局名に変わってからですね、名古屋独自の番組を増やしたんですけども、やはり、こういった今ラジオ局すごくスポンサーさんが少ない。ということもあり、いろいろ試行錯誤をしてたんですけども、やはり資金面で、まあ、うまくいかないというところもあって、本日閉局ということになったんですね。で、先ほどの新潟の FM ポート、ここも同じでして、ここは今開局して、今年の12月で20年目だったんですけども、まあ、ちょっと、ここも同じように採算が合わない。やっぱり経営状態が厳しいと。まあ、ラジオ局全部ですね、今本当にですね、経営が、よろしくないと。で、あとコロナ禍になって、このコロナ禍になってから、もうスポンサーも減ってるということが現実なんですね。で、こう、やはりですね、ラジオって、やっぱり、思うんですけど、すぐ目の前にある情報をすぐ言えるっていうところがあるので、やはりラジオの重要性っていうのは、今後もね、続けていただきたいですし、で、こういった形でね、閉局するのっていうのも、まあ、非常に難しいことなんですけども、残念かなというふうに思いますね。実はこういった、もうどんどんそういったラジオ局が統廃合とかなくなっていくっていうことは、すごく悲しいんですので、まあ、いかに我々がですね、聞いて、その聞いてるスポンサーさんが、どれだけこの、ね、貢献できるかというところが、すごくポイントになるかと思いますので、これからのね、ラジオ局、まあ、放送局さんの営業の方は、とても大変じゃないかなというふうに思っております。ということなんです。いやー、ほんとね、実はこの2局に関してはもうですね、故郷、もう特にレディオネオなんかですと、ラジコタイムフリーも聞けなくなってます。はい、1週間前のものも聞けなくなってますし。びっくりしましたね、あれは。びっくりしました。で、FM ポートに関しても、この後閉局した時点で、1週間前の、タイムフリー聞けなくなります。もうそういうところもう、もう完全に消し去ってしまうというようなところが、ちょっと残念だなというふうに思いました。そういったところで今日は、ラジオ局2局閉局になったという話題でした。ラジオは、名古屋栄養のコーナーでした。キユナ名古屋。はい、じゃあ続いていきますね。はい、お願いします。皆さん、こんばんは。フルムン新一です。こんばんは、ありがとうございます。テーマ、ラジオ。僕は特に小学校高学年から高校にかけてラジオのお世話になりました。当時の沖縄の人気パーソナリティの中でも、美濃田和夫さん、宝茂さん、ケン&マスミさんが印象に残っています。県外だと何と言っても全国ポピュラーベスト10の八木誠さん。なんと今でも80年代の録音がネットで聞けます。当時を思い出し感涙しました。この時の影響で音楽鑑賞とレコード CD 購入にどっぷりハマりました。今では自分自身がパーソナリティなんて夢のようです。そうなんですね。FM 読みたんで、はい、ラジオされているので、はい。はい。パーソナリティさんなんです。はい。ラジオに関しては、話したいことがたくさんありますが、今日はこの辺で、名古屋の昭和の名物パーソナリティも教えていただけるとありがたいです。名物パーソナリティ、鶴子でしょ。昭和といえばやっぱり、名古屋だよ。まあ、名古屋だともう、もう坪井のりお。坪井のりおさんです、ね。あともう一人ね、語りましたけどね。もう一人ね、いたじゃないですか。あの名古屋弁でしゃべる。そう。あの人今、やってますよ、ラジオ。やってます？うん、やってる。うん、あの、捕まった人です。そう。やってますよ。そう。やってますよ。やってます。うん、やってます、やってます。はい。はい。では続きましていいですか？はい、どうぞ。はい、卵屋さんから、皆さんメッセージを読んでくださってありがとうございます。ジェニガタ警部さん、裏毛でお誕生日おめでとうございます。はい、ありがとう。ということで、卵屋さんからも、はい。おめでとうございますということで来てます。はい、ジェニガタ警部さん。また来週、また来月って最後まで聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、トニモン団長さんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。久々にお邪魔します。
どんどんお邪魔して、うん私は12年前に県内の某コミュニティ FM でパーソナリティ養成講座に通い、期間中は30分番組で喋った後に別のコミュニティ FM の設立にも携わりました。あら、うん、王子よりトーク上手じゃないの？ねえ、うん、と思いますよ。あ、やっぱり、うん、きっとね、以前ゲストで出ていた、大宝寺の蓮華さんもご一緒でした。ラジオの仕事って作るのも大変ですが、達成感は苦労も吹き飛びますもんね、うん、ということです。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、では行きます、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンさんとみそにさんと誰かさん、おーじ生放送お疲れ様です。本当にラジオは大好き。私のラジオ投稿はラジダブからでした。今ではいろんなラジオ局に投稿しています。今日で名古屋新潟のラジオ局が停波、あまりにも衝撃で、近い将来沖縄のラジオ局も心配になってしまいます。スポンサーさんも獲得するのも難しい時代。明日でラジオ沖縄開局60周年。そうですね、明日。ああ、そうですね、そうですね。公開放送もやるって言ってました、うん。60年続くのもすごいし、本当にすごい。うん、ラジオは、本当になくならないでほしいな、ということです。うん、やっぱり自分たちがいっぱい聞いて、スポンサーさんに貢献しなければ、うん、ラジオって続かないと思いますんで、はい、そこは皆さん、うん、スポンサーさんの商品、ぜひ、買ってあげてください。ね、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日ね、ツイキャスたくさん来てるんですけれど、読めなくて申し訳ありません。ひろっちさん、おっぱいは才能、くびれは努力さん、シプリームさん、おがちからもしさん、浦添のしんちゃんさん、バーモントさん、沖縄ニュアンチュールさん、トニモン団長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてごめんなさい、もう一ついいですか。はい、はい。タモガさんから、名古屋では前にレディオアイが大スポンサー講話が撤退して停波したことがあります。うん、ああ、ね、そうですね。そうそうそう、はい、ここラジオ局の事情はいろいろありますが、リスナーやパーソナリティがどれだけ傷つくか、レディオアイをやっていたので、悲しい思いしたことがあります。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、エンディングですね。はい。はい。来週のテーマは願い。願い。願う。下半期は良い年を願いたいなど、あなたの願い、願うをお送りください。この番組は、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用命は、中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。シュリームさん、高校生の頃 KBS 京都で森脇さんがやっていた番組を好きでよく聞いてたなということです。ああ、はい、ね、いろいろラジオの思い出は ね、 ね、 ね、もう語るたくさんありますよね。ありますね。はい、はいはい、ありがとうございました。トリモン団長さん、M字やな。あ、はい、そうです。はい。M字さんね。はい。あ、M字さん。イーシャルで、あとさっきでも言っちゃった名前。ね、はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。閉店、ガラガラ。ツイキャスね、たくさんいただいてて読みたかったんですけど、はいはい、読めなかった。ありがとうございます。ひろっちさんの話とか、うん、ちょっとすごい興味あったんだけど。そうですね。ね、ひろっちさん、そうですね。ね、はい、バーモンズさん、学生の頃はハガキでラジオ投稿してて、ファックス、あ、ファックスもありましたね。そうですね。ハガキの次ファックスでしたよね。はい、はい、浦添の信者、画像止まった。あら、あ、通信制限かかってるって。あ、そうなんですか。はい。また、アイカイブでお願いします。そして、小勝からもしさん、ありがとうございます。はい。はい、それでは、さようなら。